んばんは。こんばんは。レコーディングエンジニア、モンクビートの山口康史がお送りいたします。Peace Vibration。Peace Vibration。ありがとう。いいノリですね。ありがとうございます。今夜は生物多様性ユースアンバサダーの山口理人さんをお迎えしてお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今お聞きの波音、これは波音ミックスという私が作りましたミックスでありまして、ってことはやっぱりメラの近くですか？はい、メラ海岸と根本海岸のミックスです。なるほどなるほど。晴れた日の海の音ですね。なんかやっぱり波の音とかでもやっぱ日によって全然違いますよね。なんか天気とかに結構影響されますよね。そうですね、はい、あの音だけ聞いてですね、あの晴れてる日の音と曇っている日の音とか寒い日の音、暖かい日の音って違いますよね。同じ海でも。ああ、はい。まあ生き物ですもんね、海自体が。まあそうですね。まあ外野説とかあるくらいで、なんか海とか、はい、あと地球全体が、まあ、それ自体が一つの生き物であるみたいな考えはずっと昔から言われてますよね。そうですね。ですから、うん、日が当たっていたらなんか喜んで、まあ、生物としてはどちらかといえば喜んでいる生物の方が多いと思いますし、はい、まあ気持ちのいい音っていうのは気持ちのいい、そこに身を置いてみたら気持ちのいいっていう場所とか時間とか環境がありますね。まあ、春も真っ盛りになってきて、はい、もう4月もそろそろ中旬ですからね。ねえ、はい、最近はどんな活動をされているんですか？あのイカの解剖みたいなのを子供たちの前で実演したりとかをしていますね。へえ、イカの解剖ですか？はい、今の子供たちって結構なんていうんだろうな、食材とかがどういう生き物かとか知らないじゃないですか。なんてね、お刺身が海で泳いでるって思ってる子がいるなっていう。噂半分ですけど、そういう、はい、なんか、まあ、そういうジョークを聞いたことがありますよ、私も。ね、なんか結構そうなんですよね。なんかそういうもんだ、そういうものだと思って結構食べ物とかに接してるんで、ええ、あこれは良くないなって思って、まあ。私が何て言うんだろうな、イカの解剖を実演して、それでみんなにも同じように解剖してもらって、それでその後にまあその解剖したやつを普通に食べる。それでなんかイカにも、イカっていうかそういう食材だって生き物だし、まあ私たちと同じ内臓があって、なんかまあ、なんていうの、消化器官があって、でなんか人間と同じような目をしててみたいなことをなんか知ってほしいという思いでちょっと始めました。素敵ですね。 ありがとうございます。最後は料理まで。はい、料理までやる感じで。そうなんですよ。あのイカって、はい、なんか軟体動物で、ええ、それでなんか結構内臓とかも、いや軟体動物だからじゃないんですけど、まあ、イカって内臓とかが結構人間と共通してる部位が多くて、はい、それで他にもなんていうんだろうな、他の生き物とかに比べて結構初心者、解剖初心者向けなんですよ。結構簡単に切りやすくて、それでどこの内臓がどれだか分かりやすくて。あ、そうなんですか。それでいて、あの特徴的な臓器、その種類が持つ特徴的な臓器とかもちゃんとあってっていう感じで、はい、まあ、非常に分かりやすい生き物ですね。分かりやすい生き物、
子供たちがなんか切ってて楽しい生き物なんですね。切ってて楽しいっていうのもなんかいやなんか、はい、ああこれがこれなんだみたいな、そういうなんか興味を引くことができるという意味ですね。確かに子供とかって虫とか自分もそうですけどね、なんだろう、虫に対してとか生き物に対してあのいきなり潰しちゃったりとかね、はい、なんかそういうこともしちゃいますもんね。なんかそうなんですね。墨袋とか、はい、なんか墨、あこれがなんか墨袋だよとか言ったらなんか思いっきりなんか潰してなんか墨がわーって出てきたりとかね、そうやってなんか生きるっていうもののなんか知識を深めていくんですかね。そうですね。あとまあ最終的にまあいただきますからね。はい、命をね、はい。そういうところまで含めてなんかもう形があるところから最後に食べるところまでみたいなのを、なるほど、なんか最初から切った状態じゃなくてもう自分でそういう形に加工するところまでをやってほしかったっていうか、そういう感じでですね今回は。本当に命って、ね、大切っていうか命はオンリーワンですもんね。そうですね、大切だからこそ、うん、なんて言うんだろうな、それを、うん、いただくってことがどういうことだか知ってほしいっていうか、うん、やっぱ知らなければ大切にはできないので。確かに、なんか結構知らない人、環境問題にしろなんかそういうのを知らない人が多いんですね。はい、うん、やっぱり例えば海にゴミを捨てる人いるじゃないですか、うんうん、あれはなんていうんだろうな、捨てようって思って環境を汚そうって思って捨ててるわけではないじゃないですか。確かに、うん、なんかもうなんか捨てる場所がない捨てる場所がないからとりあえずそこに捨ててる。でなんか環境と捨てたものがどういう風になるか分かんないからあのそこに捨てたまま放置できてしまう、うんうんうん、ですね。はい、でそういうのがどんどん細かく砕かれてマイクロプラスチックになって、で最終的になんか魚がそれを食べてその魚が私たちの食卓にみたいな感じで、うん、知らないうちにやったことが知らないうちに帰ってきてしまうと、まあ、そういう話も、うん、あのイカの解剖の時に、まあ、解剖実験をした後に、うんまあ、子どもたちに伝えたんですけど、そういう講義をしたんですけど、やっぱり自分たちの行いって回り回ってこうね巡って自分に戻ってきたりするから、その汚い例えば言葉を本当に汚い行動をするとその汚いものが返ってくるし、いい言葉とかいい活動をしていくといいものが自分に戻ってくるし。そうですね、単純にいい言葉を言ってればいい気分になれますよね。なりますね。はい、だ人類の我々人類がなんか一人一人僕は大丈夫とかそういうんじゃなくて、やっぱり人類として自分もそうやってプラスチックを捨ててしまう可能性がある動物だっていう、そういう連帯感みたいなのって大切だなと思うんですよ。さっき言っていた海が一つの生き物だみたいな、はい、そうですね、だから地球が一つの生き物 で、 そうです、ね、私たちはその一部分で、そうですね、でそうじゃない悪いことっていうか、ね、知らないがためにこうやって しまった行為を知ってる人がこれはこういうことだからさあってね伝えていくとかね、はい、そうやって人類が共鳴していくってすごい大切だなって。そうですね、はい、ピースバイブレーションですか。あ、すいません、ありがとうございます。一曲頼ったピルグリムの青い星、ブループラネット、まあ、地球のことですけどね、はい、をお届けしたいと思います。では行ってみましょう。ワイヤーヘイワイヤー、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 雨上
がりの森の中を駆ける。体いっぱいのエナジー吸い込む。涼しい川の横道を軽やかに鳥のさえずりとともに感じる、ともに感じる、ともに感じる、この地球ワイヤーヘイワイヤー、ワイヤーヘイワイヤー、ワイヤーヘイワイヤー、ワイヤーヘイワイヤー。草や葉が風に吹かれ笑う。話しかけてるんだよいつも君に。忘れないで忘れないで、いつも近くて見守ってること、忘れないで忘れないで忘れないで、ああ、いつもあの場所へ、ああ戻ってくるから、私が私に帰る、ここがいつだって君の生きる青い、ああ、草や葉が笑う、ああ、語りかけてくる、忘れないでいつもそばで、君に語りかけてる青い星。ワイヤーヘイワイヤー、ワイヤーヘイワイヤー、ワイヤーヘイワイヤー、ワイヤーヘイワイヤから水が流れ落ちるように、どの道選んでもたった一つの源へ、時々迷うこともあるだろう、でも最後にたどり着く場所、それがみんなの、それがみんなの、それがみんなの源、帰る場所。君は覚えてる、ああ生まれてきた場所、迷うことなく帰れるさ、たった一つしかない青い、ああいつもあの場所へ、ああ戻ってくるから、私が私に帰る、ここがいつだって君の生きる青い星。ワイヤーヘイワイヤー、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 誰にも止めることのできない時代の流れがある、誰もが通らなければならない宇宙の流れがある、どんな流れでも必ずたどり着く世界がある、逆らうことなくとどめることなく、静かに見守ろう、ああ、君は覚えてる、ああ生まれてきた場所、
場所迷うことなく帰れるさ、たった一つしかない青い、ああいつもあの場所へ、ああ戻ってくるから、私が私に帰るここがいつだって君の生きる青い星。ワイヤーヘイワイヤー、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 ありがとうございます。 ありがとうございます。いい歌でしたね。いい歌ですね、はい、タイユタピルグリムのブループラネット。ブループラネット、青い星、地球、青い星、地球どうですかね、こんな感じですかね、地球って、はい、そうですね、地球、私の心の中にある地球ですかね、なんていうんだろう、結構みんなの心の中にある地球っていうか、あったかい場所、帰る場所ってそういう感じの地球ですよね。そうですね、地球自体が自分なんでしょうね。そうですね、やっぱり帰る場所ですからね。なんか嫌なことがあったら全部なんか足の下から地球に吸い取ってもらうといいかもしれませんね。なんかいいですね、はい、地球って自分って一緒にしちゃった方がいいなってイメージとしてね思うんですよ。そうすると人ごとにしなくなるじゃないですか。はい、それは分かりますね。要は自分のなんていうの、個人のエゴみたいなのを全部捨ててってことですか、はい、そうですね、人のなんかこうさっきのゴミの話もそうですけど、人が捨てたのを注意してお前何やってんだっていう感ので終わらずに、その自分、はい、あ、すいません、やっぱ、はい、自分を地球に置き換えるじゃなくて、自分の範囲、自分が自分である範囲みたいなのを広げるみたいな感じですよね、地球にね、はい、もうこの星のみんな全部自分と同じくらい大切にする。そうですよね、なんかそういう風にできたら本当に、はい、みんながそういう風にできたら本当に美しいなっていうか、綺麗だな、綺麗な地球が踊るかも、ね、楽しそうですね、はい、まあ、かといって嫌いな人に無理やり近づけっていうこともないんですけど、でも本当はそれが一番いいのかも、はい、嫌いな人でもやっぱ嫌いな人にそういう風に大切にできたら一番いいのかもなって。やっぱ大切な人を大切にするのは当たり前で、その上でなんか嫌いな人にも優しく振る舞えたらって思いますね。すごいですね、なんかキリスト教でいう何時の敵を愛せよみたいな、それが一番理想なんだろうなって、はい、理想っていうか本当に本当はそうあるべきなんだろうなって、難しいですけどね。わかりました、今からそうします。いやいや、そうですね、そうできる、そういう風な方向を目指していきましょう。はい、はい、もう今からそうします。あ、 Do ですか Do now ですかそうですね、いつかみたいに言ってても、いつになるなみたいな話ありますからね。そうですね。そういえばこの間何回か前に、はい、リヒトさんのお母様が出演してくださった時に、はい、見上げてご覧、夜の星を、坂本九さんの、はいはい、あれすごい良かったですね。ありがとうございます。改めてあの時
なんであの曲を歌ったのかっていうのは教えてもらえなかったんですけども、あの曲を選んだ理由っていうのをまた改めてお伺いしたいんですけども。そうですね、上を見てほしかったんですかね、星空を。やっぱりすごい綺麗ですもんね最近。はい、最近綺麗ですし、まあ、やっぱりみんな暗いことがあると下を向いちゃうじゃないですか、 なんか、はい、まあ、そういうことがあっても星空を見ようとして上を見れば、なんかそれだけで自然になんとなく、あ、元気が湧いてくるなって。なんか分かりますよ。なんか本当はあの太陽を見るのが一番いいんですけど、目に悪いですからね。ああなるほどね。なんか太陽をバーって全身で浴びるのが一番いいんですけど。いいですね、ま、うん、夜は太陽出てないから、ま、そうですね、なんかともかく上を見てほしかったっていう、そういうのがありましたね。なんかそれも選曲の理由ですかね。なんか僕も混沌とすることあるんですよ。なんか なんだこりゃなんていう現実だみたいに思う時があって、はい、でふと外に出て星を見ると、ふわ綺麗って言って、こう体を広げて、何、星のあの光を浴びるようにしてやるとバイブレーションが変わりますね。周波数が変わるっていうか、自分の中で響いてた周波数がふって変わって、空気が入れ替わる感じで変わりますね。それを知識として得ると、何かこう自分が思い描いてないというか居心地が悪い自分になった時に、ふってそれを断ち切って星を浴びたり、さっきリヒトさんが言ってた太陽を浴びたりとかって、うわ太陽光、うわすげえってなることで、もうそのバイブレーションが自分からなくなっていくっていう、はい、なんかもう今までのなんか悪い状況とか悪い状況を持ってる自分とかがわーって消えてくような気がしますよね。しますね、はい、あの感覚好きですね、はい、ありますね、はい、うん、では行ってみましょうか。はい、見上げてごらん夜の星を。はい、これは鴨川の千枚田のフィールドレコーディングを合わせてお届けします。 ありがとうございます。星を小
りがささやかな幸せを歌ってる。こうやって聞くとちょっと照れますね。なんか照れる恥ずかしくなりますか、はい、ちょっとまあえこれ載せちゃってよかったかな、でもまあいっかみたいな心が伝わってきますね。そうですか、はい、ありがとうございます。だって一生懸命歌ってるじゃないですか。はい、まあそうですね。しかも何のためにって星を見てごらんっていうそういうつもりで歌ってるってね言ってたじゃないですか、はい、みんな星見てみようよってその願いでこの曲を選んで歌ったんですもんね。あ、はい、よかったです。 ありがとうございます。いやそう思っていただけたら心が伝わってよかったっていう感じですね。嬉しいです。そういえばリヒトさん、イカのイベントがなんかある？あ、はい、あの4月25日に、まあ、南房総とかの小学生を集めて、またイカの解剖実験をやろうかな、やろうと思っています。何歳から行っていいんですか？まあ、何歳からでもですね。あ、本当ですか、はい、じゃあうちの息子を連れて行こうかな。ありがとうございます。場所は、はい、ルファーレ白浜です。ありがとうございます。今夜も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました。レコーディングエンジニアモンクビートの山口康氏がお送りいたします。ピースバイブレーション、今夜は生物多様性ユースアンバサダーの山口理人さんをお迎えしてお送りいたしました。理人さんありがとうございました。ありがとうございました。